あれが雑多団四天王の将か。見るからに強そうだ。なんか様子が変じゃない？え？何をしている！そんな奴早く倒してしまえ！一体どうしたんだよ、ガルス。ガルス様が金縛りにあったように動かないのも当然だ。目の前にいるのはガルス様の兄弟子なのだ。え？その名はゴッドフリード。ゴッドフリード？神を意味するゴッドの称号を与えられた戦士族最強の戦士だ。思い出すぞ、貴様との因縁を。来るがよい。俺は先代の王者カーンの後継者として修行に明け暮れ、戦士族の奥義の数々を身につけた。パワーストライク強い。俺の強さはカーン王もはるかにしのぎ、誰もが次の王者は俺に違いないと思っていた。しかしカーンが後継者に選んだのは俺ではなくお前だった。そんなことが。それからすぐにあなたはペリオンを去った。なのに今になってどうして戻ってきた。師匠とわしを恨んでいるのか。恨んではいない。まして戦士族の王様になど何の未練もない。ではなぜザッタマンにペリオンを統治するように言いつかった。それだけのことだ。なぜザッタマンに味方する。闘争なき世界に存在意義なし。何？戦いのない世界で戦士は生きられぬ。それはそっちの身勝手な都合だ。力のない者たちはどうする。力ある者が力なき者を支配する、それこそが世界の正しいあり方だとなぜわからん。お前はここでわしが倒す。喰らえこの技を。やった、さすがはガルス。これで決まったっぷ。いや、あれを見ろ。バカな。俺はスタンスを身につけている。スタンス？スタンスは強靭な精神力で敵の攻撃を防御する奥義。その程度の攻撃では俺に傷一つつけられん。今度は貴様が受ける番だ。見せてやろう、戦士族最大の奥義を。まさかあの技を。最大奥義ラッシャー。うわー、なんという威力だ。ガルス、故郷に眠れ。かけるか。今度は俺が相手だ。お前か、雑多団に立てつく人間というのは。ある。戦士同士の一騎打ちに横槍を入れてただで済むと思うな。うわー、死ほどにもない。勝負はこうつけるものだ。やめろ。メイプルストーリー、メイプルストーリー。何者だ。モンスターハンター、ギル。助かったぜギル、ありがとう。人間同士仲間というわけか。違う。ギル、俺は全てのモンスターを倒す、それだけだ。何をする。一旦引いて体勢を立て直す。わしはまだやれる。今のお前では奴には勝てん。戦ったお前はよく分かっているはずだ。アル、ここはひとまず退散だ。ああ。行くぞみんな。ガルス様のためなら。ジョレル、たく重いんだから。みんな頑張れ。ギル。
の、おのれ、逃がさん、ガルスとどめだ。外したか。野郎ども、いつまで寝ているつもりだ。そいつらを捕らえろ。慌てるな。階段は兵士たちでいっぱいだ。さて、どうやって脱出したものか。見つけたぞ、逃亡者め。何を。待て、俺様だ、俺。アンジ、なんだって。相変わらず早打ちだな、バローは。威嚇でも迫力あるわな。そんな格好で何してんだよ。ちょいと雑多団を探ってたのさ。それよりここから早いとこ離れた方がいい。道はあるのか。うん、任せろ。邪魔の刃、強い怒りと執念を感じるぞ。モンスターに個人的な恨みを抱いているのか。フッ、知れたこと。ドラゴンスラッシャー、面白い。何？いずれ決着はつけてやる。ダストシュート、ゴミの通り道か。どうせそんなことだろうと思った。脱出の基本だぞ、急げ。一生のせ。あ、使えた。見つかったっぷ。こいつは下へ行くほど広くなっている。強引に押し込むんだ。ダル様、ご分をお祈りしております。イワン、イワン、お前の気持ち無駄にはせんぞ。